は九州は熊本生まれのグーミー39歳。今は藤井組のメンバーとして面白番組とか作っとるです。この物語は僕が30歳の時、突然仕事を辞めて娘の世話ばするハウスハズバンドになった時の子です。第10話、親として。子供ができた頃は親という実感がなかったですが、定期検診に連れて行ったりするとだんだん親になった気がするです。保健師さんに食べ物で注意していることは何ですかと聞かれて、唐辛子とか辛いのはやっとらんですと答えたら、当たり前だと怒られました。帰りに手続きを待っていると、簡単に寝かしつける方法みたいなビデオを流しとったです。女性講師がはしゃいでる男の子をさっと捕まえて背中をさすると、その子はすやすやと寝始めるとです。うわ、魔法や、この人すげーと部屋中に響く大声を出してしもたです。こういうビデオを見て感動している自分にどっぷり子育てに使ってるなと感じたです。親としてせんといかん大事なことに教育があるです。興味がなくてもいろいろと情報が耳に入ってきます。ある日、ハウスハズバンドとしてせっかく僕が家で独立開業する勉強をしとるけん、ついでに娘にも勉強させれば一石二鳥やと思いつきました。そしてあんまり本を読まん僕が赤ちゃんの英才教育の本を購入したです。マットレ、英才教育するけんねと意気込んでページをめくりましたが、英才教育をするには3ヶ月半年1歳の時にこうしましょうと書いてありました。あれ、もう過ぎてるやんと門前に呆然としたです。さらに親がすることについても細かく書いてあったです。せからしかと思ったです。よくよく考えてみると、娘には楽しく元気でおってくれたらいいと英才教育はすぐに諦めた僕でした。